千葉県立ケミ川高等学校は、千葉県千葉市三浜区正54丁目にある県立高等学校。略称は、ケミ校。1974年4月8日、開校式、入学式を千葉市立花園中学校に手実し、初代校長は中村博士。1期生は、プレハブ校舎で1年間を過ごし、2期生からは、新校舎で勉強できる環境となった。 現在では、プレハブ校舎は陸上部倉庫などに利用されている。柔道部がないため柔道場がフローリングに工事され、小体育館として卓球、フェンシング部などの部活動が使用している。令和2年度に改修工事を行ったが、天井から雨水が落ちてくる問題が発生している。また、グラウンド面積は広いとは言えないものの、その中でもサッカー部や野球部などが、 曜日ごとの決められた時間内での集中した練習の成果により大会結果等の知名度が上がっている。2007年には普通教室の冷暖房の設置が完了。特別教室にも2016年に設置された。千葉県の公立高校の中でもわずかしかない Wi-Fi が普通教室に整備されている学校であり、プロジェクターを使用した授業も多い。また授業連絡や予定。 検温などはスマホアプリを活用しているなど IT 化が進んでいる。部活動ではフェンシング部や放送委員会が全国大会へ出場している。野球部も安定した強さを持っている。またサッカー部は千葉県公立高校で唯一一部リーグに所属している。近年駅からの近さや安定した学校生活が送れるという背景から。 入試者選抜試験の倍率が比較的高い。野球部サッカー部テニス部、陸上部ラグビー部フェンシング部バドミントン部バスケ部バレー部、部ソフトボール部水泳部山岳部音楽部吹奏楽部、地学部作動部写真部書道部放送委員会生物、同好会 ESS 同好会、演劇同好会パソコン同好会イラスト同好会、クッキング同好会。ありがとうございます。